まあ、現在の K1 フライ級王者サホとの対戦もありましたが、現在は連敗中という鈴木マリアがこちらです。泣きながら名古屋から東京に来たんだからもうやるしかないと覚悟は決まっています。対するは急遽舞い込んだオファーに応えましたナナです。 S ジム所属の33歳、画面右クロスポイント吉祥寺所属の29歳が鈴木マリア、画面左です。女子の戦いはブラック女子57キロリミットで行われます。浅井遥が負傷欠場で2週間前に急遽鈴木の対戦相手がこちら7になりました。それでも高崎さん、はい、7が受けましたもんね。そうですね、あの7選手その2週間前にまさに試合やってるんですけども、はい、はい、まああの浅井選手のことが大好きで、はい、浅井選手の代役だったから受けたっていうふうに言ってましたね。なるほど、そうですね。その青いテーピングを巻いているのが7です。これは契約体重何キロ？57ですね。57なんで、結構重いですね。そうですね。赤いテーピングを巻いているのが鈴木、パンチをまとめていく。気迫全面に押し出しています。左のジャブ、流血のマドンナの意味を持ちます。ショートで持っていきます。パンチを返していく7。左のフック。鈴木。3人の子供を持つ母親は7です。これがプロ19戦目、右のストレート。そうですね。あのその王座返り咲きを目指してですね、今月14日に、上野ヒッポのりこのとの王座決定戦に臨んだんですが、体重超過で試合には勝ちましたが、改めて、ね、はい、メルバのスーパーフライ級王座につくことはできなかったという7です。なるほど、うん、ただおそらくコンディションもいいはずです。そうですね、全 NJKF ミネルバスーパーフライ級王者7、まあ、その体重のことがあったんで、しばらく試合休むつもりだったらしいところにこの急遽代役のオファーが来たんで、はい、受けたっていうお話でしたね。その時は何キロでやろうとしたんですか？その時は5、いや、すみません、ちょっと分かんないですけど、私の方もごめんなさい、把握できていませんが、さあのしのしとリング中央を取って前に出ていくのが7です。前蹴り放っていく、そこに左のジャブを合わせていきます。左のミドルキックからパンチ交錯、残り1分です。鈴木の方は現在2連敗中です。まあ、K1 グループでこのところ戦いを重ねてきました。右のローキック、現在の K1 王者のサホとの対戦もありました。さらには10月クラッシュでマオに判定負けで2連敗中という鈴木、左のジャブを伸ばします。第1ラウンド、まあ、女子の場合はね、このなかなか競技人口が少ないんで、はい、いろいろな団体をまたまらないとなかなか試合ができないでしょうね。さあ残り20秒です。ゴミ選手、この両者の距離感など、はい、動きなどもいかがでしょうか？そうですね、7選手はちょっと押してますかね。まあいい勝負だと思いますね。いい勝負ですね。確かに互いによく手が出ます。でぶつかり合うような、右ストレート、ね、第1ラウンド終了です。さあ高崎さんから伺いましょう、はい、第1ラウンドの印象いかがだったでしょうか？あのですね、あの戦前にあの両者口を揃えてあのタイプがスタイルが似てるって言ってたんですけど、はい、あの本当にそんな感じになってますね。はい、あのお互いにガンガン前に出て、まあ、その中で、ちょっと若干優勢に当ててるのは7選手かなと思いますけども、はい、という感じですかね。あの鈴木は今回、まあ、パンチだけではなくて、はい、山口元気会長から蹴っていかないと勝てないよっていうふうに言われているそうですが、はい、そうですね、はい、で本人の理想のスタイルは不可視だと、はいはいはい、ということですね。もうちょっ と、セコンドは蹴りを出せと思ってるところではないかなと思いますけども、どうしてもこれパンチっていうところに目が行きますもんね。そうですね、まあ、最終的には打ち合いに持っていきたいとは言ってましたけども、はい、お互いに、うん、
さあ第2ラウンドが始まりました。谷川さん、先ほどの質問ですが、はい、前回7はミネルヴァ、これスーパーフライ級 52.16 キロリミットで戦ってます。その体重なんですね、はい、なんかちょっとね、あの2人とも重い感じがしたんですけど、はい、で今回57キロなので、まあ、それほど減量というのはもう必要ないですね、52キロの選手なんですね、はい、まあ、本当竹原崎さんが言ったようにお互いに本当スタイルが似てるんで、はい、ガチンコーって感じなぶつかり合いですよね、うん、女子の戦いですけれども本当にバチバチですよね。お互いに手が似てますね、うん、赤いテーピングを巻いているのは、ね、鈴木、まっすぐのパンチ、そして蹴り、課題としている蹴りが出ました。鈴木です。七は青いテーピングを巻いています。右ストレートかぶせるように打っていく。なかなかこうなってくると高崎さん、はい、ビッグヒットっていうのがお互いに欲しいですよね。そうですね、まあ、だからまあ下で定石だと下で削って上を当てやすくするっていうのがあるんですけど、右ストレート鈴木、両者ともちょっと 上優先みたいな感じになってますよね。五味選手、はい、互いに熱くなるとやっぱり下を忘れてしまうっていうようなことはあり得るんでしょうか。まあショートね、3発パンチ出して終わり際にローを出してる感じですかね、はい、うん、最後ローで終わるって大事って言いますよね。いやそれは初めて聞いたけど分かんない。本当ですか、はい、いや本当に山口会長が言うように鈴木選手がもうちょっと蹴り出せるといいですよね。パンチをまとめて似てるんでこれ、うん、お互い似ててやっぱパンチを当てる顔は奈々選手が上手いと思いますよ、はい、若干ですけどね、もうちょっと蹴るといいですけどね。ローキックなりミドルキックなり、あ今のようなこれ蹴りですね。いや鈴木選手の方ですね、はい、左ミドルキック、あ少し蹴りが増えてきたか。やっぱね、前蹴り掴んで右のフックになっていた。総合の打撃とやっぱ違うんですね、蹴りで終わるっていうのは。バックハンドブローショート、これはガードの上です。よくセコンドがローまでローまでみたいな言いますからね、はい、なるほど、フォローするってことですね。パンチから最後ロー、残り30秒、残り30秒、右ストレート、先に蹴りたいですよね、鈴木選手とかね、パンチから入るんじゃなくて左ミドルキック、ワンツー、当てたのは7、まあ気持ちの勝負になってきますね。これ残り15秒切っています。手はお互いよく出ています、鈴木選手も気持ち強いですから、気持ち負けてないですよ。左ミドルキック、蹴りを出していく。蹴りが当てられるといいですよね。だいぶ流れが変わってきますけど、はい、バックスピンキックを出したところで第2ラウンド終了です。ノックアウトブラック女子57キロ契約です。鈴木選手は7月に韓国でタイトルマッチをする予定があって、はい、それが57キロ契約なんですよ、57キロのタイトルなんですよ、はい、で、まあ、鈴木選手その前哨戦っていう意味合いもあって57キロでの今回試合なんですけど、でそれに合わせたっていう形ですね。普段はちょっともうちょっと軽いっていう。そうですね、なるほど、まあ、だからこそその韓国でのタイトルマッチに向けてもここで一ついい弾みをつけたいという鈴木です。ノックアウト初参戦、パンチはいやいや奈々選手うまいな、当ててるな。パンチの点ですか、五味選手はどう見えてますか。ああいい勝負ですけどね、はい、なかなかこれジャッジ難しいなっていう戦いですよね。そうですね、前回の試合からまだ2週間というのは7です。こちらさあもう早くやらせろと言わんばかり、第3ラウンドが始まっています。青のテーピング7、はい、赤いテーピングを巻いているのが鈴木。7の方はもともとはスイミングスクールのコーチをしていて、その後介護士になって、介護士をしていた時にボクササイズにハマってキックボクシングを始めたということです。デビューは2019年の6月でした。左ミドルキック、谷川さん、こういう蹴りを鈴木は当てていきたいですよね。当てたいですね、インローキックにパンチを合わせていくのは鈴木。左ボディアッパー7、外からの右、そして左ミドルキック、これは脇腹捉えたか、
いやでも下がりません7。高崎さん7、はい、今引きませんでしたね。そうですね、まあ、いい当たりでしたけどね、はい、悪くないです、全然いいミドルキックでしたね。まあ、一つポイントにしていたケリナー、あーまた入りました、鈴木の左のミドルです。18戦11勝 3KO7 敗が鈴木、18戦11勝5敗に分けが7、左ミドル、おいい左ルマツ、左のグローブ少し回しながらフックからのストレートです。残り半分を切っています。ワンツーから左ミドルキック、コンビネーションを出していきます。少し流れ変わってきたか、ゴミ選手、はい、鈴木の手がかなり、まあ、足も手も出るようになってきましたね。そうですね、鼻血出てるからちょっと苦しいかもしれないですね、呼吸がね。7の方ですか、はい、7じゃないの、鈴木の方です、失礼しました、ね、ワンツー、確かに口も開いて呼吸しています。まさにこれが流血のマドンナです。血を流しながらでも前に出続けて最後は勝利をもぎ取るという鈴木マリアです。右ストレートから左のミドルキック、バックハンドブローにつなげようとしたがこれは距離が合わない。左フックは7、激しい打ち合い、7も引かない、鈴木も引かない。第3ラウンド残り30秒、主力を尽くした戦いです。谷川さん、もうこれ気持ちとの勝負ですね。そうですね、自分との戦いです。残り15秒、鈴木は口を開いている。でも気持ちは折れないですね。待つ、7ワンツー、鈴木も手を出す、プッシング押し返しての左のミドル、ここで蹴りを出してきたのは一つ成長の証か。ナイスファイト、両拳を天に向かって突き上げたのは鈴木マリアです。最後攻めて終われたのは鈴木選手良かったですけどね、素晴らしい、はい、3分3ラウンド、素晴らしいですね。3ラウンドが終了しました。延長1ラウンドが用意されています。まあ、微妙ですよね、判定は本当に難しい戦いになりました。当ててるのは奈々選手ですけどね、はい、形勢変わりそうになったところ、また互いに手を出してと熱い攻防が見られた戦いです。さあジャッジはどう見るか。終了の結果をお知らせいたします。ジャッジ北尻29対28、赤鈴木。まずは鈴木です。あー、もうかなり込み上げるものがあるようです。29対29、ドロー。2人目はドロー。ジャッジ板倉30対30、ドロー。ドローです。涙はまだ早かった。延長戦に入ります。まだ試合は続きます。もう谷川さん、はい、鈴木の方は勝利を確信して涙を流していましたね。そうですね、まあ、本当に2人聞かない、聞くまでに愛情であまり良くないですけどね、気持ちが切れちゃいますから、まあ、ただ戦いは続きます。ゴミ選手、これ両者の今の様子などご覧になって、スタミナ面などってどうでしょうか。いや、手数出てるんで、はい、そうですね、もう手出した方が勝ちじゃないですかね。まだ両者戦えるぞっていう気迫みたいなものは伝わってきますね。そうですね、僕当ててるのは奈々選手が当ててると思うんですけど、はい、鈴木選手の気迫で盛り返してるんで、はい、延長戦って鈴木選手みたいなタイプいいんですよ、ね、ええ、その気持ちが本当に大切になるエクストララウンドです。さあ打ち合い、いきなり行く、両者打ち合う、赤いテーピングを巻いています。手数がよく出てますからね、鈴木迎え撃つから青いテーピングを巻いています。もうちょっとで勝てるんだっていうね、すごい強い気持ちがあると思う。左フックにジャブを合わせていく、
ともにパンチでいくか、右外から合わせていく奈々。でも奈々選手もすごいですけどね、はい、3人子供がいる人には見えないし、しかも2週間前に試合してますから、はい、もうこれね子育てだけでもめっちゃ大変だと思いますけど、その中でこんなよくやりますよね、本当に生粋のおそらくファイターなんじゃないかと。いや本当そうですね、そう思います。逆に言うと鈴木選手が松福、はい、鈴木選手闘志むき出しなんですけど、はい、奈良選手はこれね平常心がいいですよ。どこか落ち着いてますよね。平常心がすごくいい選手ですね。右ストレート、気迫の鈴木に対して冷静な奈良か。見ている松、鈴木もミドルを返す、左のフック当てたのは奈良、これ本当に手数勝負ですね、はい、まだ両者スタミナは残っているか。倒れることないと思うんで、はい、数の多さとか、まあ、ちょっと今奈良選手が盛り返してきましたよ。奈良、はい、が徐々に自分のパンチを、まあ、今膝のモーションだけ。ゴミ選手、はい、これ両者に今声かけるとしたらどんなこと言えそうですか。今ラストだからもうね、もう出し切るしかないでしょ、ね、全てを、鈴木選手の気迫がすごい、拳に全てを乗せる。昨年泣きながら名古屋から上京したという鈴木です。移籍後初勝利が欲しい、変わった自分を試合で証明したいという鈴木。奈々も急遽のオファーを受けました。ただで帰るわけにはいきません。前回は体重超過で反省もありました。全てを試合で見せたいと奈々、そこに鈴木のパンチ。残り40秒です。会場は大歓声、右アッパーからストレート当てていった鈴木、明確な攻撃を見せていく。残り30秒、セコンドからも激が飛びます。前蹴りに対して構わず鈴木パンチ、もうラッシュ、左ミドルキック、さらにはジャブ、今右入れたのは7か、カウンターのクロス。いや気迫がすごいですね。残り10秒です。打ち合いだ、さあ打ち合いだ、両者満身創痍、アッパーには右ストレート7。いい試合だ。試合終了です。試合終了です。アウトになります。いやー、ゴミ選手最後もうサンドバック連打みたいにお互いなってましたね、はい、いやーこれ3分で、まあ普通に見てますけどめちゃくちゃ長いですからね、これね、はい、それ4ラウンドやったんですごいですね。一般の人が初めてやるともう3分なんて動けたもんじゃないという格闘技です。まああれですよね、本当にあの最後までなんかあの失速しなかったですよ、2人も。そうですね。ジャッジ北尻10対9、アタ鈴木、鈴木が取った。早い、まだ1人目です。10対9、赤鈴木、これで泣いていい、これで泣いていい鈴木。以上、平成の勝手3対0をもちまして、勝者赤鈴木マリア。やっとやっとやっと手にした勝利です。激闘でした。全 NJKF ミネルヴァスーパーフライ級王者を下したという形です。大きな勝利です。気持ちが見えるいい試合でしたね、はい、互いにそうです。2週間前のオファーに応えてリングに上がって気持ちを見せたのはこちら奈々。会場を後にします。対するは状況後ずっと勝利に恵まれませんでした。自分を変えたいと上京した意味が高崎さん一つ、はい、これ見出せたような形になりました。そうですね。まあ、しかもそのタイトルマッチにもつながるいい勝利になったんじゃないですかね、はい、韓国でのタイトルマッチが7月に決定しています。
いやもう声を出して号泣です。谷川さん、はい、何か試合が終われば女性らしい一面というのが見られますね。いやでもめちゃくちゃ根性あるし、はい、まあ、スイミングスクールインストラクターやってキックにハマってボクシングですか。あ、それは、7の方です。あ、それは7の方ですか、はい、こちらは鈴木です。なるほど、名古屋の方なんですね。はい、そうそうそう、名古屋から、まあ、覚悟を決めて上京してきてようやく結びついた勝利。これで7月のタイトルマッチにいい形でつなぎます。鈴木マリア涙の勝利。